前田殿も。毎度岩本でございます、本日2月23日、北海道日本ハムファイターズの、春のキャップ、最後の練習試合というのは明日からもうオープン戦に入ります。で、各地でオープン戦を行いながらシーズンに向かっていくんだけども、本当練習試合で課題を潰すことも重視できる、そういう日は今日で終わりなんですよね。で、サムスンライオンズと、今回よくサムスンライオンズと試合しましたよね。まあお互いのチームが向上を求めてその場を設けることがあったんだけども、そのサムスンライオンズとの試合で、今日は結局4対3かな、最後追い上げられてどうにか逃げ切ったという試合展開ですが、まあ練習試合ですから結果よりも内容ですわね。で、そこで今日先発ピッチャー生田目、この時期いつも元気、生田目君は本当にたまに力もあるし馬力もあるし、で怪我を乗り越えたピッチャーですよね。満を持して先発ピッチャーのチャンスをもらったと、でも立ち上がりからちょっとらしくなかったのよ。いつも本当勢いよく投げっぷりをすごくこう表に出してくれる、すごく気合のファイターなんだけども、なんか綺麗なアウト取ろうと思ったのか、で時々彼がそこで悪循環生まれるとアンパイアのジャッジがすごく嫌われてるように感じるとか、なかなか表情がマウンド上で冴えない生えない、そういう現実があったよね。まあこれはね、元ピッチャーから見てて伺いを立てる投球だったから、もうこれしか言いようがありません。伺いというのは、今日の自分大丈夫かな、いい球いくかな、いい結果出るだろうか、そういうような投球に見えた。時折開き直ったボールっていうのがあったので、それは強い。本人、僕が言ってることすごい理解できると思う。生田目本人が最後今戦ってるのはそこ、マウンドに上がって自分のベストパフォーマンスを用意ドンからどうやって出すかっていうところやね。まあその課題はね、言うの簡単だけど難しいのよ。僕だってそれは経験して何度もぶちのめされたもん。まあでも持ってる出力パフォーマンスがすごい大きいだけに、引き続き期待寄せたいと思うね。どっかで殻破ってほしいね。そしてその後、まあトピックスで田中瑛斗、新しいピッチングもハマってたよ。いいボール言ってた。ほんで池ちゃん、ほんで田中正義、いいんじゃない。まだ今日までは順調ですよねというエクスキューズはいくらでも言える。強い球がいって、変化球が切れてる。ほんで3アウトのうち1つらしいアウトがあればそれでいいんですけども、これから、開幕に向けてもう本当最初で言うと1試合でいいんですよ。額面に入ってるチャレンジゾーンじゃなくて額面に入ってるピッチャーはこれからの約1ヶ月でもう本当1試合でいいんで、ミニマム1試合でいいんで、ビャーチェーン2024年版の俺こんなごっつんやでっていうのを見せましょう。誰に見せる？チームに見せるんですよ。額面に乗ってるピッチャーが、僕も経験あるんですけども、本当に本番から逆算してて本番に力発揮しようと思ってるんですよ。どこかで爪を隠そうとするんで、なんか試合の中で思った結果がついてこずに、本人は納得してんねん。ああもうああだからこうこうだから、ああじゃあ次回こうしますよ。本人は分かってるけど、周りはファイヤーを一度でも見ないと安心できないんですよ。これ僕経験あって、2試合3試合オープン戦で2失点3失点、まあ本人はあそこはで、シーズン入ったらそここう投げなきゃな、もう試すことはないかなとか思ってると、ある人にガンちゃん大丈夫だよね、もう開幕投手発表されてました、大丈夫だよねって言われた。あ、チームメイト安心してないわと思って、開幕から逆算した最後の試合で4イニングぐらい0点でパパーンと抑えて、そのまま上がって開幕に挑んだってことがあった。ずっといい成績ってなかなか出ないし、心が疲れて開幕した時にはベストパフォーマンスが欠ける時あるんですよ。それは避けたいので、本番に合わせてくれればいいんですけども、何度も言おう、額面に乗ってるピッチャーやバッターはどこかでごっついものをチームメイトに見せつけて、もう今シーズン出来上がってますと、開幕を待つだけですと、そういう内容結果を出してほしいかな。今日はそんなん出すなくてもいい、でも出す準備ができている、これは間違いない。田中正義、池田高秀、これはできてた、この2人はできてたよ。あと北浦、必死やったね、めちゃくちゃ必死やった。たかが1イニング、されど1イニングやったね。そういう姿いいと思う。何年か前にめちゃくちゃグイグイ来て、開幕1軍から今年どんな成績残すんだろうと。でも先ほど言った心疲れがあって、もう1軍でやっていくキャパシティが失われてんのよ、頭の中のね、そこで誤作動が起きて結局1年苦しいんだ。でなんやかんやで、僕の中では2年を経て今年3年、グッと調子のいいキャンプから3年目なんですよ。で今シーズン本人も分かっている。なのでその練習試合の最後、しっかりと自分をアピールしなきゃいけないということで、必死やったやん、必死の姿が良かったやん、なんかどこかで自分のポジションを掴んでくれそうな、そんな気になりました。ほんで宮西、ロマン感じるね。自分で調整してます、400ホールドまでもうあと数えるぐらいです。
必ずそれクリアすると言っています。なので彼はもう本当ピッチングコーチがなんやかんや言うよりももう開幕の頃に僕使えますぜって見せるだけなんですよ。そのスタートを今日切れたんじゃないかな。実戦初登板といった意味ではロマン感じるよ。400ホールド達成した時にはファイターズ生え抜く選手でそんな大きな記録を出した時にはみんなで祝おうじゃありませんか。通過点よ、彼の野球人生の通過点ですからね。うん、大いに期待を寄せてますし、戦力として1年フル回転してくれると信じてますよ。うん、で投げる方で1人堀瑞希、ピッチャーやね。うん、僕今日ガウラスポーツで結構厳しいコメント言ったんだけど、今日の名場ためと堀瑞希よく似てるんですよ。それは自分に伺いを立てた投球だからボールが生きてない、ね、人目に行ってない、バッターに向かってないんで、結局バッターは向かってきてるんでバットにボールが当たった時にバッターが勝つのよ。だから堀で言うと出て行って追い込んだ後にいきなり追い込んだ後にボール重なってフォアボールで、次のバッターパンパンと追い込んでナッシング2から甘いとこ入ってレフト前、てんやわんやなんやかんやで満塁のピンチからタイムで打たれたり、もうくしゃくしゃ。それは解説者としては厳しめのコメントでね、うん、彼は誰と戦ってるんですかねと。で何度も言いますけども、左ピッチャーのあの手足の長いあのアームアングルのあの角度のボール、世界中探しても彼ぐらいしかおらんねん。レベルで言うとランディ・ジョンソンレベルやで。そういう彼がやっぱ戦う相手を見据えて自分の全てをさらけ出す、ここやね。なんかさらけ出す前に追い込まれてしまっているんで、まあずっと同じような課題抱えている堀瑞希、頑張ってくれよ。うん、さあ打つ方ですよ。今日は2人絞りましょう。坂口詩と浅間大輝、すごいね。うん、あもう一人あのルーキーの宮崎もいいタイムで打ってた。奈良間も何三振三振の後いいヒット打ってた。やっぱ気合が違うね。うん、でもトピックスで言わして浅間大輝と坂口詩やわ。やっぱね、右のスラッガーが増えてきている、右の好打者が増えてきているファイターズ事情で、左バッター清宮幸太郎が離脱してるでしょ。そこに俺がと出てきたがな、浅間大輝いつもええとこまで行くね。でもアクシデントなどで怪我してしまうのよ。で残念なシーズンスタート、本人が一番分かっている、体も大きくなった坂口詩、稲葉二軍監督ともう二人三脚のように、まあそれはみんなに声をかける稲葉二軍監督ですけども、左バッターのスラッガーといった意味では結構よく似たタイプの打者同士の野球談義が指導に変わり、めちゃくちゃ吸収してるやん。3だったん、あのタイムリーなんて低めのボールうまく打ったね、センター前に。ホームランも魅力やけども、ああいう粘りの効いたバッティングは首脳陣からするとめちゃくちゃハートマークなんね。そういうヒット、うん、浅間大輝評価うなぎ登りじゃない。今日金村さん言ってたけど、金村悟さん言ってたけど、じゃあエゴシとか磯畑とかもう出力能力はもう示すことができました、じゃあファームの方で試合出てくださいと。で一軍でチャレンジゾーンに乗っける選手として浅間や坂口入れていいんちゃうかと。これめちゃくちゃいいアイデアと。そうなっていくんじゃないかな。なのでオープン戦なんやかんやで浅間坂口いるんじゃない。でキャンプ入って今日23日練習試合終わりました。もう明日24日からオープン戦、ふるいにかけられるとよく聞きます。本当の意味でのサバイバル激化 To be continued。 ロックオン前同期に。